今日やらさせていただくのが、はい、ESTP と ESFP 外交感覚でございます。 SE、はい、感覚の人っていうのは、うん、ちょっと本が違うんですけど、はい、カーシー博士はい、これあのもう読み慣れてるからね、はい、スッと出るんです。でも違うっていうじゃないですか、山があるって言いますね、はい、うん、感覚の人は要は現実的な人、うん、いや感覚と直感で言うと、うんうんうん、感覚は現実的で、うんうんうん、実際のことに興味があって、うん、事実本位で、うん、実用性があって、うん、分別があってみたいな、うん、逆にその直感の人っていうのは、うん、空想的で、うん、いや実際のことよりも可能性だとか、うんうん、実用本位じゃなくて、うん、ファンタジーだとか、うん、分別よりも、うん、想像力でしょう、うん、っていうこの今日は感覚の方なので、うん、超現実的な方、うん、でこちらのカーシー博士で ESTP、ESFP は、うん、例えば ESTP は、うん、人生はゲームだ、うん、っていうヒャッハーな人、うん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 、楽しもうぜ、うんうん、人生は基地に富んだゲームだよ、うん、企画は得意だぜ、うん、あとはめんどくさいけど、うん、とか ESFP の方は、うんうん、人生は終わらないパーティーである。パーティーピーポーっていう人なんですよ。明るく基地に富んだパフォーマーで、人生とは何ですか、うん、楽しみの泉である、うんうんうん、とか、うん、暗い話題やめようぜ、うん、楽しもうぜ人生、うん、っていう方で、うん、誘惑には弱い、うん、心配事は嫌い、うん、っていう方々、うん、っていう紹介をされていて、うん、まあ、そんな方々が、はい、今日はこちら MBTI タイプ入門インザグリップで、うん、ESTP、ESFP 外交感覚タイプの紹介をさせていただければなと思ってますと、はい、外交感覚なので、うん、この薄い紫のところですね、はい、外交感覚 ESFP、ESTP、うん、なのでここは、2人ともディオニュソス、うん、酒の神バッカス、うん、行動の人ですね、うんうん、なるほど。なので、まあ、このカーシー博士ではパーティーピーポー、パーティーピーポー、人生はパーティーだ、うんうん、人生はゲームだ、うん、っていう方々、ゲームかパーティーかですね、ゲームかパーティーかです。楽しそう。どっちにしても楽しそう。そう、なんて言うんでしょう、うん、これは感覚と、うん、その思考、感覚と、うん、P の部分、あ、P の部分、認知、うん、要は可能性、うんうん、まあ、SP、なるほど、うん、っていう方々ですね、うん、では、MBTI のいざないではどう紹介されてますかというとですね、うん、こちらですね、うん、外交感覚の方 SE ですね、はい、うん、列島機能としては NI、うん、なので内向直感が列島機能なんですね、うん、と特徴としましては、うん、現実的で、うん、行動に移すことを重視します、うんうんうん、実践的ですと、うん、力強く頼れる人ですと、うん、でかつ細かいところまで行き届きますと、うん、エネルギッシュですと、うん、気さくで緊張を和らげますと、うん、情報もちゃんと押さえていますと、うん、素早く事実に基づいたことを順に追ってきっちり話をしますと、うん、行動することで反応しますと、うん、効率的に仕事をやり遂げる人ですと、うん、問題を具体的に捉え、うん、どんな問題も解決できる、うん、やればできる、うんうん、という前向きな姿勢を示します、はい、ただストレスにさらされた場合は、うん、配慮をなくし不親切、うん、ご都合主義、はい、堅くなになる、うんうんうん、でもなんかちょっとイメージできますね、うんうん、ISFP じゃないですか、はい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 、これ E が I になっただけなので僕のところの説明にも似たようなことがあったような、なるほど、うん、まあこの E と I もグラデーションだと思ってるんです、ね、うん、はいはいはい、内向だっていう人も、うん、ある部分では外向的なところもあるなっていうのは、うんうん、ユングの方を見ていて、うん、はいはい、特徴外向内向の特徴で、うん、内向の部分にも僕とても当てはまるところはありますし、はい、まあ、グラデーションですもんねとは思ってますけどね、うん、バッカスええなっていうのが時々さん、うんうん、僕も思うんですよ。要は僕 ESFJ の自覚なんですけど、はい、うん、ESFP だと、うん、
あるところでは、うん、エンターティナーって言われるんですね。はいはいはい。あ、なんかなりたいやつやん、うんうんうん、でも違うんでしょうねまあそれ、まあ、自分のタイプですからね、はい、いいなとか言って、はい、本当にいいなって思ってたらそうなんですよ、きっと心の中でいいなって思ってるからみんなこうやって行動してるわけじゃないですか。楽しまなきゃ損みたいなことをだと君は、うん、思ってないよねってことですよね。そう、表面的にはいいな楽しそうでいいなって思ってるけど、はい、そんなことよりもこれやるのが重要でしょって心の中で思ってる嫌いなんですよこういうとここういうとこは的確なのが嫌いです、はいはい、っていう方が、うん、まあ、このインザグリップではどう紹介されているか、うん、はいはい、外交感覚タイプの ESTP と ESFP、うん、この方々は、うん、自分の感覚機能、多分現実的なところですよ、うん、現実実用、うん、分別、うん、を外界で用いることで動機づけられるため、うん、人、うん、物事、うん、課題や、うん、状況の動きなどに対して、うん、意識的に感覚機能を用いますと、うん、おそらく他のどのタイプよりも、うん、常に実世界にいて、うん、外の世界を純粋に直接、うん、五感を通じて体験しようとしています、うん、このため、まあ、以下の特徴があります、うん、実際に起きている問題の核心に切り込み無駄のない有効な解決策を実行します、うん、表から見えにくい物事の意味、うん、仮説、うん、過去と現在との関係性や、うん、可能性などはほとんど気にかけませんと、うん、かっこいいですね。なるほど。労力を最小限に抑えて、うん、無駄なく躊躇なく取り組みます、はいはい、おおらかで自分の手が及ばないことはくよくよと考え込みません、うん、相手をそのまま受け入れ、うん、人や状況を額面通りに受け取りますと、うん、五感に訴える美的な体験に自然と引きつけられますと、うん、今ここをそのまま体験し喜びを見出しますと、うん、五感に心よい体験を追求する行為から、うん、表面的な印象を周囲に与えやすいです、うん、日常を心ゆくまで楽しもうとするスタイルは、うん、周囲の関心を引いたり羨望の的になったりすることがあると、うん、エニアグラムでいうとタイプ7ですか、ね、7ですね。でこの感情を表面的に捉えるって書いてあったじゃないですか。相手をそのまま受け入れ、うん、人や状況を額面通りに受け取る、うんうんうん、ちょっと含んで言う時とかあるじゃないですか、周りの人が、はいはい、それを そのまま受け取るじゃないですか。そういう人たちはってことですね。そういう人たちは、うん、はい、うん、日本って結構なんて言うんだろう、うん、空気を読むというか、うんうん、そういう文化じゃないですか、うん、そう、あ、だから察する察せよって言うじゃないですか、うん、させよって言うじゃないですか言ってるのは僕だけかもしれないんですけど、はいはいはい、っていう方々ですね。芸能人とかで言うと分かんないですけどね、だからティモンディ高岸さんがちょっと思い浮かんだんですけどね、はい、あ、ただやればできるって言ってるだけ、うん、なのかもしれないんですけど、うん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 、いや、なんかそのできるわけないじゃんっていうのがあるじゃないですか。僕はでもやればできるって思ってる派ですからね、はい、これがやっぱ ISFP で近い部分がある、近い部分が、うん、ゆえんですかね、うん、過去と現在の可能性や関係性にほとんど気にかけないとか、うんうんうん、要は例えば君には無理だろ、過去のことを見るといや無理無理、うんうんうん、っていうことも多分この方々はないんでしょうね、うん、あ、じゃあやってみなよって、うんうん、なるんでしょうし、うんうん、ちょっと羨ましい感じはします、うん、なので、まあ、前の動画で紹介した外向思考タイプも、はい、ストレスを感じにくい人だ、うんうんっていう紹介だったんで、うん、ストレスの本です、うん、なのに、うん、ストレスを感じない人です、うん、っていうのがはい、はい、外向思考だったんですけど、うん、だから見ないんですよ今から読むのも、うん、そうやって書いてあるんじゃないかなとか思いながら、はいはい、ストレスを抱える本で何と紹介されているか、うん、この外向感覚タイプの仕事面でのやりがいとストレス、うん、この人たちは時間のやりくりが自分ででき自然と自分のペースで仕事ができ、うん、自分なりの方法で仕事に取り組んでいける自由な職場環境にやりがいを感じますと、うん、課題が多様性に富んでいることを好み、枠組みが分かりやすくチームの一員として動きやすくなっていることを求めますが
同時に個人で自由に仕事を遂行したり目標に取り組んでいける環境も好みますと。決められた枠組みの外に出ていく多少の余裕を持ちたいと思っていますと。また、周囲の世界を体験していくことに意識を向けるため目に見える成果の出る具体的なプロジェクトに積極的に取り組んでいける仕事に興味を抱きますと、うん、具体的な課題に躊躇なく活動的に現場に即した方法で取り組むスタイルを取っていくため管理職に向いているように見られ、うん、それが理由で抜擢されることもあるでしょう、うん、要は自分が動いてる時には、うんうん、ちゃちゃやって、うんうんうん、どんどん、うんうん、組み上げていくので、はいはい、あできるね、うん、管理職、うん、ってなると、しかし、うん、昇進後の仕事が、うん、面白そうでなかったり、うん、楽しめそうでなかった場合、うん、この処遇が不満の元になることが多々あります、うん、っていうプログラムです、うん、なんか向いてなさそうですもんね。要は自分が動きたい人たち、そう自分が楽しみたい人たちが、うん、書類の整理とか、そう人の管理、部下の、そう人の成長とか、うんうん、OJT とか現場から話されちゃうとうん、うん、っていうとこですね、うん、なのでこのタイプがストレスを感じるのが、うん、他の人のスケジュール管理とか、うん、勤務時間が柔軟でなかったり、要は上司なので、うん、もう守って、うんうん、直行直帰なしで、うん、みたいな、守らせる側ですからね。そう、守らせる側になるとねーってで、あとやるべきことや、うん、取り組む方法の選択の余地が限られていると、うん、ストレスを感じてきますよと、うん、なので例えば ESTP は、うんうん、思考機能を補助機能に持つことから、うん、リーダー的な役割を取って、うん、他者に指示を与えたり、うん、目に見える目標に取り組んでいったり、うん、利益を生み出せる機会にやりがいを感じている、うん、個人の裁量に任される機会を多く持てるかどうかを ESTP は重視しますと。でも ESFP はそれほどそうでもないと、うん、この方々は、まあ、感情機能が補助機能なので、うん、親しみが感じられ、うん、仲良くやっていける、うん、チーム内の人間関係、うんとかを満足に感じますと、うん、なので ESFP は、うん、多少先ほどのようなその、うん、昇進してとかがストレスになっていても、うん、そのか人間関係が良ければ、うんうんうんまあ、それほどそういうのは苦に思わない。だから逆に人間関係が悪いと苦に思うってことですよね。そうですね、うん、みんな楽しくやろうぜってってなってるのに、うんそこがぎし、うん、ぎくしゃくしてくると、うんうんうん、っていうことですね。ちょっと水を差すようなことを言う人がいると、はい、そうですね逆に ESTP は、うん仕事に対する不満は、うん、ESFP よりも少ないように見られますと、うんうん、ただ、まあ方向性が示されない曖昧とかっていう状況は、うん、ESTP は我慢ができない、うんなんて書いてありますね。まあ本当にさっきの最初のあれじゃないですか、ゲームかパーティーかの違いですよね。仕事をゲームだと思ってるみたいな。なるほど。人を動かすのもゲームみたいに。そうです。まあちょっと本は違うんですけども、うん、ESTP の方は、うん、人生はゲーム。ゲーム。ゲームとゲーム理論ですね。ゲーム理論。だから仕事場もゲームだから、はい、人を動かすのもゲーム感覚なんじゃないですか。なんかまあ駒あの将棋とか囲碁の感じですかね。うんうん、うまくいったみたいな。はい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 。で ESFP の人は、うん、人生はパーティ ー, ー, ティー仕事もパーティーだと、うん、だからこうみんな楽しくやろうぜってウェーってウェーだけじゃうまくいかないんですってやりたいで、そうやって言われるとってストレス溜まってくるから、仕事ってまあそういうこと言う人いっぱいいるじゃないですか、ウェーじゃないでしょってウェーじゃ人はついてきませんよってなるから、多少 T の人よりもこうストレスを抱える人がルールは必要ですっていうとこですよね、きっと。ちゃんと9時に来てください。来てください、はい、うん、いいじゃんちょっとぐらいみたいな。上司こそ早く来てください。そう、上司こそですよって、うん、言われる言う人も いるしってことですよね、うんうんうん、重役出勤が OK なところもあるし、あ、そう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 、でそうやって言われると、はい、楽しくねえなってなる。感覚で決めてるんでしょうね、うんうん、まあ、要は楽しい空気じゃないですか、はいはい、でその人たちイライラしてるわけじゃないですか、はい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 、でそのイライラしてる人がいるとちょっとストレスを感じるみたいな。そうですね、うん